徳島県道147号日和佐麦線は、徳島県阿群南町から麦町に至る県道である。通称、南阿波サンラインと呼ばれる。1970年に南阿波サンラインとして一部開通し、1974年に全線開通。1988年4月1日に有料道路南阿波サンラインを無料道路化し、 徳島県道147号日和佐麦線として認定された。道路運送法によって徳島県が建設したという経緯があり、無料化されるまでの間は県道ではなかった。太平洋を望むドライブコースで知られ、11月に南阿波サンライン黒オマラソンが開催されている。位置は JR 麦線日和佐駅からサンラインの南町側入り口まで。 約3キロメートルのところ、麦町側入り口は JR 麦線麦駅前の国道55号交差点にある。沿道に4カ所の展望台駐車場があり、午後8時から午前5時までの夜間は、総排気量 125cc を超える自動二輪車は通行禁止である。平成22年徳島県道路、現況長所南屋は3ラインの第3展望台より、 剣道標識この周辺の岸壁には、上目がし、黒松がびっしりつくように生え、千場海外展望台、日和沙浦展望台等、ポイントごとに展望台がある。そこからは、室戸阿南海外国定公園の美しい海岸線と、雄大な太平洋の景観を一望できる。途中の千場海外では高さ200メートルもある。 断崖絶壁が太平洋に向かって 2km にわたって続く。また、付近は格好の釣り場としても有名である。徳島県南部は、郊外が少なく空気が美しいため天体観測にテキストされ、1998年11月の獅子座流星群発星の際には、三大展望台は絶好の観測場所だとして、明石海峡大橋の開通効果もあり。 駆けつけた、神戸や大阪、何は、泉、奈良、香川などのナンバーの天文ファンの車で埋まった。南アワサンラインに関するカテゴリー。ありがとうございます。